です。今回ご紹介する小説はこちらの「十角館の殺人」ということで20年ぶりぐらいに再読しましたで100万部なんですね20年ぶりに読んだということでもうすっかり話の展開も登場人物も犯人も忘れて新鮮な気持ちで読んだわけなんですがただ20年前の作品ということで舞台は携帯もなくスマホも,もちろんないという凪時代設定で非常に懐かしい感じがありましたでこの あの一行に100万人がとい,いうふうに書かれているんですけれども20年ぶりに読んだけどやっぱりあの一行にむっちゃびっくりしましたねそしてその一行を読んでようやくあそういえば読んだなっていうのをようやく思い出したっていう感じでした、えー、非常にこれが20年前に書かれたっていうのはなかなか衝撃的な感じなんですけれどもやはり非常に面白い驚愕の展開だと思いますので、えー、あ推理小説ですね ぜひご興味のある方は読んでみてください。とっても面白いと思います。May the book be with you.